戸田氏姓は、江戸時代後期の大名。美濃国大垣藩九代藩主。大垣藩とだけ十代。家には十四人下、うねめ聖、増樹三味。文化十年うる十一月十八日、八代藩主、戸田氏用の長男として誕生。母は、大垣神殿藩主戸田氏用の娘、大樹院。通称は新次郎。文政十年六月二十七日、将軍。 徳川家成に拝越する。文政十一年十二月十六日、十五位下、伊賀守に助任する。天保十二年五月七日、家徳を継いだ。家営三年十二月十六日、十四位下に昇進する。解明的な藩主で洋学に興味を示し、佐久間正山や勝海舟の文下生として、藩主を多数送り込み、洋式学を学ばせた。また、 上代の小原鉄心と協力して、反省改革に努め、大砲鋳造などの様式軍政導入等、軍政改革を行った。また、徳川成明と親しかった関係から、尊能上夷論に次第に傾倒していったという。安政3年10月25日、長男、氏明に家督を譲って隠居した。母親戦争で朝敵になった際には、 小原鉄心を助けて尊の上の反論統一に努めた。明治3年6月8日、明治天皇に拝越する。明治9年6月28日、64歳で死去。半祖、戸田和明以来の歴代当主と共に、大垣の床派神社にて祭人として祀られている。実定は、佐山藩主、北城氏久。夫宙都鉄とに明治年月日。 増児賛美、ありがとうございます。